定型文、笹川推しじゃない人からしたら、間違って押したら、ね、間違って押したらもうそうなっちゃうから。マオさっさっさこのスケッチチッ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 チお腹空いてたのもそうなんだけど、もう眠気の極みすぎて今日もちょっと終了時間定めてなかったんだけど、ちょっと早めに配信を終えようと思います。明日ライブは夜からなんですけど、ちょっとその前にね、また他のお仕事があったりなかったりあったりするので、早めに終わりたいと思います。何分頃お休みしようかな。でも30分ぐらいはやりたいな。まあ、さちゃん可愛いね。今日はねちょっと髪ふわふわにしたんだけど、ちょっと取れかけてきてるね。昨日の某配信でみんな、あ、そうなん、あ見たわスクショ、あれしてたの。あっこちゃん、お家帰ってお風呂入った？ゆうちみいたのバレバレのバレめっちゃ真正面で超ライブ中、目合ってたと思うんだけど、合って、笹川は合ってたと思うんだけど、フリスケ、あれ配信見てくれてありがとう。笹さん楽しそうだった。あれ同じ新潟だからやっぱね、同郷強いよね。同郷してください。昨日お疲れだったの。あれ笹川とチェキ取ってくれたハムさん、ハムちゃん、生ハム、例の件当分できなそうなんで誰かがやってくれることを信じます。ごめんなさい、全然ごめんなさいじゃないの。早めに終えてくれ、ソロ、かしこまりソロ、承知いたした。姉妹グループに知ってる子が入った。お、姉妹グループといえば同じ事務所で百妖怪さんとかかな。誰誰、のりひろ、今日かわいい、ありがとう。今日なんか顔違う、なんだろう、なんだ、なんか違う、自分でなんか違うって思うけど、何が違うかよくわかんない。金ちゃん、お電話もね、ありがとうね。しかじかさん、こんばんは、はじめまして、ありがとうございます。あ、でも一回ルームとかには来たことあるのかな。ありがとうございます。バンザイジャパンで新潟県の伝道師やってます。さささささささ、あこちゃん、前も明日の朝起きれる自信がなさすぎるからいつでも寝れるように。さすが、もう睡眠のプロだ。さます、のびこさんからサマティじいちゃんって呼ばれるよ。ね、あの囲み動画撮ったけど、何、飲みすぎたの。ゆうち目あったと思うけど、そのてれちゃんは目あった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 、超真正面というか、目線の高さもさ、今日のステージほぼ一緒ぐらいだったから、一緒、まあ、ステージの方がちょっと高いけど。笹川推しです。パンダちゃん、お仕事お疲れ。久々に、あ、そうだよ、今日来れるんだもんね。ワクワクだね。リスケ一番楽しそうだった。楽しい部門優勝。楽しいもん、めっちゃ。あこちゃん、お風呂入ってもうお布団、これ寝落ちフラグだな。配信聞きながら寝落ちフラグだな。あらちゃん、ありがとう、特訓ポートありがとう、お仕事の合間を縫って。ピエピエパパこんばんざーい。ゆうちも尊すぎてただって。
尊すぎると人は手拍子しかできなくなる。ウィンデューこんばんは、のびのお疲れ様ね。えトークポートもありがとう。みんな仕事の合間になって電話してくれた人が多かった。ありがとう。ゆうちも今日も完璧真顔、うん、もう真顔のねプロフェッショナルなんで、一流の真顔プロフェッショナルやらせていただいてますんで、ちょっとプロとしてね完璧な真顔でなければね。あこちゃんやっぱ今日のそうだよね、3日って3って書いた記憶がなかったもん。しばらく、え、でも何回今日3日って聞いてもすごい2日な気分だった。タナッチこんばんざーい。まあ髪伸びた気がした。え、笹川そうめっちゃ今後ろ長くて、そうなんよ、早く切りたいんだよな。あとこの辺りが生え際がちょっと色がだんだん伸びてきたから、ちょっとここら辺ブリーチしたい。そう今ねこうやって抑え込んでるけど、ワックスとスプレーで。めっちゃここ笹川的にはもうこれめっちゃ長い、だからメルにも言っといてでとりあえず今はね体調良くなるようにちょっとねゆっくり休んでもらいたいですね。パナちゃんハートありがとう。あ、今日投票にしてなかった、ちょっと投票モードにしていい？一応ねさっき読み配信してたけど一応ひな、ちゃーちゃちゃちゃー、ありがとう。今日も本当に5日連続たなち今日もかっこかわいいです。まず夜のライブギリ見ると、お新曲聴けた。そう配信ライブで縁起がいい街やったの初だったんですよ、うん、あこちゃん最近やってるその分け目、あそう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 、最近結構ねがっつりもう眉毛今年出していこうと思って、結構言われることが多かったからメンバーからも眉毛出した方がみたいな、結構何人かに言われたから眉毛出していこうかなって気分だけど、ハムコメかなり飛ぶけど初チェキ取ったん？ハムラん？なん？初チェキ取ったな、分かった、ハムラがってどこできるんだこれ、初チェキさっさと初チェキ、昨日取ったハム。パラちゃんいろいろごめんねバタバタして、いやそうだよね仕事の合間、おつおつ、タカペこんばんは。おかっこイベ中になった名前が、いや自分ライブ行くたびにさっさと見てる瞬間ふって、あ見てくれてんのしっかり、なみ思ったより配信早く始まって風呂からごめんごめんゆっくりお風呂入ってほしかった、ごめんごめん。タカペかわいいゆうちゃんパフォーマンスかっこよすぎる、うわーそれ嬉しい、パフォーマンス褒めてもらえるのありがた。キンちゃん今日もかわいかったし、ずっとかわいしかったやつだった優しい世界すごい優しかったかわいいとソイめっちゃ言ったね。さっささん課長映画で、課長映画、あ新潟弁、課長映画でそういがま明日クリスマスチェキと年賀状見れるから、ああそっか帰ってきて届いてんのか、なるワクワク、ちゃんと届いてるかな。フリスケさっさんとアク先生がお話してるところ、めいちゃんに盛大にそらそら、あ嘘そうだった、え全然知らんかったマジか、中太郎こんばんざーい。新潟、あ住んでるのはね東京よ、新潟から上京してきてもうかなり一人暮らし歴長いんだけど、まあ東京に来て最初ちょっと姉ちゃんと二人暮らししてたけど、この家では今も姉ちゃんも結婚して子供この前生まれたばっかなんで、ね
今一人暮らしに戻った。また赤ちゃん終わる終わる詐欺して長くなると寝落ちるそうね、今日は30分間ぐらいは、でもさっきよりは目覚めた。あなた残業組で頑張りたい。おー明日も頑張れる、よかった。伸び新潟の雪を見ていただき、あ、みんなすごい積もってた。あこちゃんワイガハグを求めて今日、あそこそこかいつも配信短い作業、世界一嬉しい作業よくやる、よくあれあれめっちゃポキっていった。ちょっとあられのツイート可愛すぎて速攻で見ていいねしちゃったありありえ、まあ、3枠やりたかったけど、そうね、仕事中なかなか。ゆうちんブリーチやりすぎると髪パサパサ、そうなんだよね、次からはもうケアブリーチがいいですねって言われた。でも一応めっちゃ保湿はしてる。まあ、あなた特に襟足この感じも好き。でもそう、髪伸びてくると外羽とかにしがち、キュイン。今日はあんまなってないけど、近々さ、3年ほど前、かなり、ありがとうございます。ツイッターショールームにも、それはありがたい。3年って結構だ。じゃあ笹川の髪色の変化とかずっと見届けてくれてたあ、じゃあ笹川のことはもうめちゃ知ってくれてるのか。まだじゃあ雪やばくて、新潟ね積もってるよね、場所によっては。コナンこんばんざーい、寒いね。そう、寒すぎて帰り、こんな感じで帰ってきた。あーこんばんざーい、今日もお疲れ様、ありがとう。まこちゃん眉毛ほら、男子眉毛出してこって声出してこ、敵のり眉毛出してこ。店長放置して、店長よく話に出てくる店長。タナチ、僕も新年に向けてヘアカット、ベリーショートいいね。そうなんだ、タナチいつもと違う感じの、そう服装も違った。ひな新曲2曲とも神手、あ、そっか、神手が、ちょっと見る、え、神手がバンザイファイ、あーまあでもそっか、最後の方は下手にいるけど、まあ、でも大体神手か。確かに神手曲が増えた。結構笹が神手にいる。ああ、 NPP にバンザイジャパン出て感動したわよやっぱすごいイベント、まあそうだよね、出てるアイドルさんもねえ、いつか何もっとでっかいステージの方で出れるようになりたい。のび、フローはのぼせかけてたか、あ、よかった、命救ったパンダちゃん携帯手持ちだったから、今日近めだったね、いつもより。まあこんばんざーい、まあ2日の横浜サウザンドクラブ8席ラッターンが出ば、あーやった8席、いやそうだよね、初だなと思ってた。ありがとう、再解説してくれたすいません、ゆうちもちゃんと、そう、生で全然まだお話ししたことないから、直接配信だけささかわいいな、え、聞きながら、あ、もう寝落ち宣言。そうね、また朝違う人のショールーム飛ばされてる。まあそう、届いてるはず、届いてなかったら他の隣の人の家とかに届いてませんように、ちゃんと届いてますように。うきくんこんばん、ありがとう。パナちゃん可愛いんじゃこれ、怒られた。バドラケ、サソリマに挟まれて全チェキ、また取るんだ、またフラグ立てて名古屋でね、え、1月11おる。うきくん雪、雪だね新潟、ありがとう。今日ものび、お願いだから早く寝てくださいの時、時に限っていろいろ遅くまで何かって、今日なんだろう、今日あこちゃんその長さは、あ、天王はるかさん、お、コマの配信が始まった。ワンちゃん寒すぎてこたつに手を突っ込んでるからコメできんじゃあ足で口で
押しやない、笹川押します。笹川押しをどんどん増やしていこう。パンダちゃん、今僕の身長の腰あたりまで、結構だねそれ。1メートル。あ、おやすみ。まあ、明日から仕事の人が多いよね。30日から3日お休み。そうだよね、4日から仕事始めの人多いよね。あきくん、あったかくしてください。おやすみなー。さあさあ、よっち、こんばんざーい。しない、 LINE ライブワイアイリちゃうで。パンダちゃん、今日は一般制服、あ、リーダー制服もあるのか。制服見れた。オムライス、こんばんざーい。オムライス、まあ、いつもブリーチリタッチだけにするか。え、そう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 、ちょっとどっちももう一回したい。ちょっともうちょっと黄色見よう。ハマちゃん、ドスッピーになったんだ。え、でもそんな分かんなかったの。ハム、オラも初めてサスさん見たの一昨年。あ、ほっぺ、待って、その頃、そう、ほっぺに書くのハマってた時期。キャラ瞑想。え、よく覚えてたね、すごい。あこちゃん、今日温度マイクさんに追いつけるのにハマってるの。すごい目で見てくるって言ってさ。あきくん、毎日配信53日目。まあ、部屋番号確認してくれたらいける。隣の人の不在表入ってた。あ、あるある、笹がもある、たまに。多分隣の建物のとか。メイが制服見たい見たい、そうなので。おお、すみちゃん、そこの好き、そこ、そこのそこ。そこを略すんじゃないよ。さっさっ、そこのそこ。ジルナ、明けましておめでとうございます。パンダちゃん、前回休んだの2020年イブと、あ、そうね、来てくれた日。のびぬ、ささは明日が任務始めじゃないのか。一応そうなんだけど。あんちゃん、寒すぎてサムになってきました。あ、サムサムス、あれだ、スマブラで強いやつ。知らないの、前のアカウント名知らない。ゆうちん、僕も今日すっぴんだったから恥ずかしいとこ見られた。じゃあ今度ちゃんとメイクしてきたね。うん、ちゃんとちゃんとバッチリ完全フルメイクで、リップも、あ、リップはマスクで見えないか。あ、じゃあ何もメイクしてなかった、アイラインすらしてなかった。え、でも全然なんかそのまんまでもすっぴん、仕事の時すっぴん。あこちゃん、巷に売ってるシルバーカラーシャンプーとか使うとシルバーに、あー、でもどっちかっていうとキープしたりする、その色を、なんだけど、あ、でも若干こう染まったりする、そんな感じの色に。でも笹川は一回ブリーチして、この前美容師さんの判断であえてそんなにその後色抜いた後色を入れなかったんですけど、だから神田明神の日めちゃめちゃ金髪だった。だったんですけど、その後シルバーシャンプーとシルバートリートメント自分でしたらめっちゃ緑っぽくなって、そう、あ、マオが今緑っぽさが出てくれたか言った、そう、めっちゃ緑っぽくなって一回。多分写真を遡るとちょっと出てくると思うんだけど。で、今はね、今逆にあえて普通のもうシルバーとかじゃない、シャンプートリートメントして今金髪っぽくなってて、願い星歌えた。おお、明日もあなたと出会えるように。でもささでのうちやめて、こまでのうち。おやすみ。今に山のアカウントのバンドアイのパパのホームモードに旅立ったって言ったのに再開したんか。バドラキ、一応チケットはある。その時サスさんにレースもらってまた本名呼ばれるんだ。お、本名呼ぶよ。
今言っちゃうともうあれか。なになに何語ワンちゃん。読めなかった。ささか。何語？ロシア語。まあ不在表で隣の人の性別した。ああ。隣の建物もそう。あるある。なんか一本邪魔な髪の毛いるな。ピロリンしてる。ふわふわしてる。二本くらいいる。休み。パンダちゃん、バンザイジャパンに元気もらってるから。そう、日本は元気にする。バンザイジャパン、リュウキこんばんざーい。ワンちゃん、え、これはこれは本当本当の言語なん。ささ、ささかわ、ささがわ。このこの髪の毛気になる。あこちゃん、シャンプーした後の髪の見本あったりするけど、ああそれはわかる。なかなかあんな綺麗になんない。シルバーシャンプー初見になる。仕事の時もメイクしてる時としてない時。フーガこんばんざーい。フーガ今日フーガおらんかった。40し惜しい。あと一人で。あケイちゃんも来てくれた。こんばんざーい。カッペ今年から東京遠征増えるかもやから。嘘。やった。増えるの？増えろ増えろ。チェキ取ろうチェキ取ろうな。あこちゃん、さちゃんにあげたらどうなるんやろと前に高島屋めっちゃいいやつじゃない。高島屋って黄色抑えたかったら、あ村シャンね、よく言う。ジュディささが推しです。あえて後で定期分手つける。シャンプー使えそう。あシャンプーあれあの遠征とか行った時用に取っとこうかなと思って。トラベルのやつ、あの小分けのやつ。でもめっちゃありがとう。そう、 そういう時毎回ね、そのちっちゃいの買ってるんだけど、遠征やる時とか。まあヘアカラーオタクがログインしちゃった。ヘアカラーオタクログアウト。サナナマルこんばんは。準備7連勤お疲れ様。ウィンターだけど今は。早からオタク参考になってた。ゴリゴリ金髪ちゃん、めっちゃあれは金髪だったね。本当にすごいゴリゴリ。眉毛の色が合ってなかった。高の子小屋の上に石降ってき始めた。え、ラップ音じゃなく石。何ラピュタ、ナウシカ。真田丸横浜サザンのライブ2日間お疲れ様でした。ありがとうございます。今日もね、今日もライブだったんや。明日的な今日もうライブだぜ渋谷。今日がウエスト、明日がイースト。パンダちゃん、おいっぱい歌ったね。めちゃバンザイジャパンの曲歌ってるね。バンドだけ今の呼ぼうとした仕草、え、そこ言う。もう半分出てるけどな。いっぱい教えてくれてありがとうね。歌詞いつでも。トム、ハロー、ハワイユー。そうそう嘘、めっちゃ I'm good。なんかアイメイクがちょっと落ちてるのか。ちょっともうお化粧してからだいぶ時間経ってるから、目の下が。準備6連休、あ嘘ついた1日なんか実家で、あー実家か。わー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 。風が次いついるんだ、いついるんだよ。春菜が待ってる、春菜が待ってる、笹が待ってる、四十四が待ってる大丈夫なのと合わないのあるだろうから、合わなかったら、ね、あ、でも合わないのあんまない。笹が地肌強い。みんなさすがに神田明神は金髪すぎです
2次元もうなっちゃったか。顔の丸み気になる。 あれすごかったね、その感じ好きすぎて。え、嘘。じゃもうちょい明るくしよっかな。好きだった、めっちゃ金髪。真田丸、横浜では願いもして10人取る。え、待って、真田丸特典会で待ってるよ。真田丸、パンダちゃんまだあるからまた送るわ。すごいね、いっぱいある。あこちゃん、あーシグマちゃん、でもシグマちゃん今青になってる、すごい綺麗な色になってる。ジュンディ、え、50キロ切ってんの、痩せすぎては、大丈夫。でも確かにジュンディ痩せてたな。どれの紫は、あ、笹川の大好きなやつ。なんか人来てなくなったけど一応ラップ音の前にあったりも。石ってそんな降ってくるの、何、宝石。スミちゃん髪もっと明るくしたいんご。スミちゃんお仕事的に大丈夫の、チャンスミ。でも見てみたい、欲しいものなんかあるかな。欲しいもの食べ物って言ったけど食べ物もらえんしな。なんだろう、コンタクトの洗浄液無限に使うから。始まったなって感じ。何、祭りが始まった、神々の。パトラケ、その呼ぼうとしてるけど無言の間にドキッとキュン。オムライス今日もかわいいの、おじいちゃん。おじいちゃん言って、オムライス若いお年玉、お年玉、なんだまだ大丈夫、十分かわいいよ。みんなすごい褒めてくれる、みんなたくさん褒めてくれてさ、優しい世界だここは。頼まれ、笹が押してます。君はあこちゃん特報でさっちゃんに言われたから今日頑張ってアイメイクしたんが。アイメイクしてくれた。え、待って、もっとがっつり、もっとめっちゃ目まじまじ見とけばよかった。言ってくれたら。オムライス、私のもらう側からあげる側になって年を取ったことに。そう、笹川もあげなきゃ、おいっ子くんとめいっ子ちゃんに。もうちょっとしたら。あこちゃんクラウドより金色、めっちゃ金髪だった、あれは黄色って感じ。休みが消えてこの現象、役払いね。笹川も一回行っときたい。まあ初神田明治の場所的に神々しいか、髪色的に神々しいか、どっちも、オーラも、うん、なんか5日からおる、5日、ああでも割ともうすぐだ、もうすぐそこ。40時待ってるだけどあと6時間必要。え、結構長い。え、寒そう、割と怖いんや、かわいい。さっちゃん配信も途中で終わっちゃうけど。サラダまで特典会行きたかったけど大体の順番で、あ、ていうかそう、ワンドリンク代かかっちゃうんだよね。また再入場。すみちゃん先輩とか普通にブリーチしてるし、あ、行けるんや、結構緩かった。まだちゃんバスセンターのカレーの、あー食べたい、バスセンターのカレーのあれ美味しいよな、レトルトでもめっちゃ美味しい。まだちゃんおばあちゃんさ、可愛いんだもん、お年玉くれる。すみちゃん去年茶色にしたんだが友達のビュースが原宿だから、おしゃん、なんてとこ、おしゃんや、原宿、表参道、青山とか行ってみたいけどちょっと怖い。あこちゃんさちゃんの人の顔見ない癖が出た、もう書くのに必死だからね。え、でもめっちゃギンって、でも見てるよ。パンダちゃんトークポート中に店長呼ぶ、ささ、店長聞こえたかな。まあどっちもだった神々しさ。
今日めっちゃスプレーとワックスしてるから超バリッバリ。ササに会いたいな、待ってる。まあでもね、お仕事的にあんまり来れないかもだけど。ポヒラ推しの声聞いてたら、じゃ寝落ちしてました。その配信寝落ちする人、寝落ちする人ただ、今もう何人寝落ちしたかな。やばい、神ボンバー、バリバリや。でも髪とどのヘアスタイルがいいんだろうな、わかんないな。何が自分に合ってるんだろう。でもなんかちょっとあんまここ長くするとホストみたいちょっとホストみたいはなりたくないな。こちらしおちゃんがすごいアイライン引いてるわねって言ったから分かりやすかったんかと思ってたわ。アイライン引いてた、アイライン引いてた。レトルトでも、レトルト、でもなんか許可取ったらね、いけるけどね、いけたりするけど。だけどなんか牛蜜時だったから夜明けまで近かったけど、今年は人がそもそも少ないから。そうよね。でもこの時間怖っ。ってめっちゃ真っ暗、真っ暗な神社。ねえねえ、あのやばいものが映らないように気をつけてた。何？あの見せちゃいけない職場の資料とか。お子ちゃん今日は D 代払っても再入場不可だったらしい。明日も同じ。あ、なんか帰ったね。ちょっと物販までね、お時間空いちゃうんですよね。伸び、髪伸びたんすよ。なかなか美容室行きたいけど行けなくて。美容室に行きたい。まだらけ、おやすみなさい。ささやきボイス、おやすみなさい。ペンついてる。友達から遠慮かけられて原宿行ったかった。なかなか高くて。いや、そうでしょ。なんかちょっと高そう。やっぱ違うの。やっぱ結構違うのかな。まだじゃ少年コミックの棚卸し。それは楽しそう。チェーンソーマン、チェーンソーマン10巻が発売するんだ。10巻、やばい、意外と早かった。まだまだ先だと思ってたけど。買わなきゃ。オムライス、サスさん、お年玉、いくらでも欲しいけど、1000万円。まあスプレーとかワックスしたらその水分でうねちゃってる気がして。水分ないやつ、もう本当にめっちゃ固めなのをつける。ありあり、さささって、そう、髪の量、もうめちゃめちゃ多いよ。本当にずっと昔から超多いの。すぐもうさーってなる。美容師さんにも毎回多いですねって言われる。多いですね。赤ちゃん、どの髪型も、あー好きです、それ好きです何でも。どんなんか好き、みんな。どんな側さ。さまゆげ。たけのこ、おみそか8時間詰めても何も起きんかったね。また私1月3日に亡くなった例とか。1月3日何、ミーティング、神様の。あこちゃん、昨日のプレゼント今チェック、あ今チェック、多分通ったんだと思う。うちあれなのかと思った。なんか受付で聞いてくれたのかと思った。
パンダちゃん、あやちゃんの誕生日に落書き写メ送ってあげたい場合、あやちゃん誕生日に落書き写メ送ってあげたいっていうのは他のメンバーの誰かの、誰か他のメンバーの落書き写メをあやちゃんに送るってことかな。だったらあらかじめいつその落書き写メが届くかがちょっと分かんないから、早めに他メンバーの特典を購入しておいて、で一回自分がもらって、自分っていうかパンダちゃんで、パンダちゃんがあゆちゃんに送る形かな。え、そういうことかな。おのりさん、あそうだ、呼び方考えたんだ。のりちゃん、のりくん、何がいいかな、何がいいかな。こんばんは、また来てくれてありがとう。あこちゃんスタンディングで座れないし、そう膝ね、ぶっぱいなかったらさする。すみち TL 見てたら TND とかツイートしたってさっちゃん、あなたツイートもらえばそうシューマイくん、結構シューマイくん、あのシューマイくんっていう、こういろんな人のツイートを拾って学習するボットがいるんですけど、笹が大好きなシューマイくんの方がちゃんとツイートしてるかもしれない。ティアンディティアンディ、オムライスすっぴんでも美しい方がメイクを施すのはチートでございますチートチート行為だったかそれがいい、よかったよかった、お許しを得た。あこちゃんその分ライブは死ぬほど愛を、あーさーちゃん、ちょっと好き、あでも声出さないのか。チェンソーマン10巻、いや自分で買う、ありがとう。けいちゃんお年玉代わりに買っていきます。ひなたひながえでもえ今日発売するんだよね、4日だよね。さっきなんかツイッターでそんな情報見た。ちょっと買えますわ。笹さん図書カードを前いただいたのがある気がする。そみちゃんそこら辺だとあんま変わらん、シャンプーの匂いが、あわかる。でも美容室どこもいい自分も前1回だけどこだっけな、なんか そのエリアの原宿とか青山とかどこかの美容室にいたんですけど、めちゃめちゃ、あでもシャンプー台の眺めが良かった、香りも良かったし。ジュンディ、あ明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたします、たくさんよろしく、うねる、そううねるものはね、うねる、うん、笹がもうずっと悩まされてるけどうねります。はい、だけど何も起きなかったら別に怖くない、 SS 読んでるだけです、大人でされたら音ラップ音。だから25日の朝配信でハーフツインって言ってたら本当にしてくれたから泣くかね。ハーフツインピョン、ハーフツインね、なんか一時期ちょっと結構結んでたけど、年末あたり。あこちゃんどこまで通るかチャレンジ、さやきちゃん甘栗とかめいちゃんにみかんとかむき出して今ちゃんに渡したのでそう大丈夫なんかな。でもなんかあのお買い物ビレッジヴァンガードのお買い物特典とかもミーティングで話して、食べ物は OK なのかどうかみたいな本人が太らなければっていう結論になったなってた買い物特典の。でもあんまりくれるとありがたいけど笹川が太っちゃう のりちゃん、笹さんは可愛いがいいのか綺麗がいいのかイケメンがいいのか、でもね全部嬉しい、もう褒めてくれたら。
でもかっこいいって言われたがりだったけど、そう言われると嬉しい。でもなんかもう褒めてくれるその気持ちが嬉しいからね、嬉しい。結局褒め言葉は何でも嬉しいなって思った。その日の髪型とか服装とかで結構ねタイプが変わるんだけど、ほくろ増えてない？あこちゃん、真央さんのいいね爆撃が来て怖いです。今？なう？ちょ、真央、笹川の配信集中して。まあ、そろそろ終わろうかな配信。あ、もう59分だった。いつの間に。やっぱみんなと話してると早いね。あっちゅう間だね時間。今あるコメント読んで終わろうかな。そろそろ。土こんばんは。今日は可愛いな。いつもの。今年はササちゃんに会いたい。そう、土全然会ってない。まあコロナとかもいろいろあったけどね。土だからご主人に一切人来なかったのが明らかにめっちゃ商売繁盛やん。サちゃん安心する。いつでも安心安全の信頼のさちゃん。うねるものはうねる。よし、うねるものはうねる。どうやってもうねる。オムライス美容室にセットしてもらっても翌日同じようにできないのは私もです。なんか毎回真剣に聞いてるんだけど、ブローの仕方とかも、ここをこういう風にこうなんか一回わしゃーってブローするといいですよみたいな、根元から立ち上げるようにみたいな言われるけど、できないっす全然。なやめようと思っていてもうねっちゃうよね。ライブ中とか好きすぎてうねうねっちゃう。そんなうねうねしてたっけな。いいな。うねうね。どんな。うねうねのタイプにもよるな。両手を上に上げて、ジャンピングアップジャパンのミュージックビデオ。え、待って、ジャンピングアップジャパンの MV 撮ったのもう1年前だ。早っ。寒かったなあの時、まあ、遠足のお菓子はどこまでかみたいな。そう、そんな感じのミーティング議論してた。もっといろいろ話すよちゃんと。あこちゃん、スイートポテトパイがまだ売ってたのが感動したんだもん。スイートポテトパイね、美味しいね。そう、あれ秋になったらなくなっちゃうのかなって思ったんだけど、意外とまだね存在してた。ほくろのお宅になって、やめて増えちゃう、コメントしないで。4つ集まって消えないかな、この話前もしてた気がする。4つ集まって消える話。ポン、ここ4つ集まってほくろ消えてほしい、ぷよぷよみたいに。のび、おやすみなさ。さーありがとう。もう注意されたじゃないですか。大丈夫しか見てなかった。おやすみ、ありあり、お疲れ様、おやし。あこちゃんありがとう。明日のライブも、明日的な今日のライブ来れる方いたらお待ちしてます。まあでもご時世的なものもあるからちょっとあまり無理にとは言えないけど、お待ちしてます。35分枠。あ、いいね、すみちゃん、おやすみちゃん、お疲れ様、年末年始。5日連続出勤、出勤5日連続来てくれてありがとう。嬉しい嬉しい。バイトか。タケノコ、俺に利益還元されないんで
おやすみ、助けて。どうやったら助けられるんだ。ちょっと式紙を召喚しとく。笹川のタケノコのことを助けに行ってあげて。京都に向かわせました。みたいな、仕事行きたくねー、顔かわいい、行きたくねー。あこちゃん、マオさんの TL に表示されないワインのアカウントの弱さが、あ、だからあれか、ツイート掘っていいね爆撃したのか。タケちゃん、ささ次から機能性表示食品、こんにゃく畑の杏仁ミルク味、フラッシュタイプの、あれなかなかないんだよね。タカペ、かわいすぎてやばい。ささおしだ、イエ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 イ、新木場で会えてよかったぜ。ポンヒラ、お疲れ様でした。おやすみなさい。オムライス、明日も頑張る。よかった見れて。エナジードリンク、ファイト一発。笹川もさっき飲んだシーセン、疲労感を軽減。ビタミン C もね、ビタミン C 最近摂取してないから摂取しなきゃと思って。キーさん、おやすみなさーい。ヤクル、そうヤクル今向かわせたから、今京都の方向かってる。ちょっとだいぶゆっくりかもしんないけど、よし、配信終わりたいと思います。ありがとうございました。今日もお話付き合ってくれて。あー、期間限定、笹川の好きな期間限定、クラッシュタイプのこんにゃく畑アニミルク味さあ皆さん、あ、体調気をつけてください。体調、手洗い、うがい、消毒、いっぱい寝る、緑茶を飲む栄養を取る、気をつけて。じゃあおやすみなさい、良い夢を。仕事始めの人は頑張ろう。バイバーイ。